とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、マルチプレイやっていきたいと思います。昼間なんですけども、あ、もう夕方か。3人集まりましたので、やっていきましょう。デイリークエスト。まずは、緩めのところに行って、で、2回目で、ちょっと難しいところ、まあ、ボスがいるところ、やっていきたいと思います。では、デイリー、行きましょう。今回のデイリーが、孤立した城とあと聖域がありましたので、その2つ行きますね。うん、いい感じじゃないですか。聖域とここ孤立した城ですね。うんうん、やりやすいんじゃない。で、一応4人なので矢の数にはちょっと十分注意していきましょうか。オッケー。結構みんなね、怒りを多めに持ってきてくれてるみたいですけども、いいんじゃない？うん、いろいろと皆さん色があっていいんではないでしょうか。それでは、ボス、行ってみましょうか。今回がちょっとね、バブル付きを使ってる方がいるので、めちゃくちゃ簡単でしたね。なんで、次は聖域じゃなくって、バブルが使えない場所に行ってみます。やっぱね、バブルあるとどうしても楽勝なんだよね。なので、ちょっと難易度を上げる感じでやっていきましょう。えぐくいきましょうね。えぐく OK。 やっぱみんなで叩くと早い。それでは次のクエストです。次はね、普通の矢のみですね。なので、バブルは意味をなしません。こういうところがね、結構きつくなるので、面白みがあるのではないでしょうか。頑張っていきましょう。普通の矢に変わって、モブ速度が 30% 増加。で、ベビーゾンビに置き換わるっていうやつですね。OK、OK、OK。とりあえず全部探していきまーす。キャプテン発見。いたいたいた。あっねえ、死ぬかと思った。じゃあ、まずは脅威発見ですね。多分全部いると思いますけども、どうでしょうか。キャプテンいた。ラグがやっぱひどいね。なんか今日はラグがとにかくひどい日だ。 OK。 でも旗はね、全部取っていくよ。ちょっとみんなとはちょっと別行動みたいになってるけども、旗は全部取ります。よし、脅威に後半戦、やっていってますけども、これね、いないかも。脅威はね、3体取ったんですよ。脅威3体取ったんだけども、他がいないんだよな。あ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。おー、危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。多分いないかな。あ、いや、一番最後にいる可能性があるね。あぶれ。うえー、あ、リープリーフがいたのか。多分最後の最後にいるかもしれない。うん、まあまあ、ちょっと期待しときましょうか。あぶね、すっごい減るな。よし、ちょっとこのままいきますね。ここはね、みんな一緒に進んでいった方がいいんだけどね、なかなか難しいんだよね。ふぅ、ここの効くね。多分毒ダメージだよね。毒ダメージがえぐいのよ。あぶね。ここはこの花たちのね、攻撃がえぐいんで。よし、毒ダメージって確かあれだよね、なんかアップデートで結構強化されましたもんね。やべえ、えらい減ったな。死ぬほど減った。よし、いや、 OK。 よし、いけるね。一人ね、影突の人がいてくれるので、もしもね、全滅しそうになった時も安心です。うん、それがカバーしてくれるので。
全滅の心配はまあまあないかな。ファントムでまあ削られて死ぬ時はあるだろうけど、まあ今のところ大丈夫っぽいですね。 OK、 よし、最後まで来た。おお、ひどいね、これはひどいね。よし、 OK。 いや、甘い、見えてたんだけどね。多分この奥にいるはずです。奥をちょっと見てみましょうか。多分ね、1体はいるんだよな。でも残り2体はちょっと見当たらないっぽいね。うん、影凸便利、本当に。影凸はね、まず死なないからいいよね。じゃあ、待て、いい、あーやべ、ここの先はちょっとポーションバリアないとちょっと厳しいかもしんない。 OK、 開けてくれたね。 OK、 ありがとう。じゃあ奥にちょっとキャプテン探しに行きましょうか。いる？多分いると思うんだけど、あ、いるいる、よかった。よっしゃ、 OK。 なんか変更点ね、面白いのがついてほしいんだ。はい、ん、止まった。なんだ、 あっちにもいるの、もしや。モブ HP200% 増加いいね、えぐいよ。ひどいのがついたよ。 OK、 あ、もういないっぽいですね。うん、モブ HP200% 増加での、最後の強制戦闘いきましょう。まあまあまあ、敵の攻撃力が増えてるわけじゃないので大丈夫です。で、もしも死んだ時でも影凸の人がいるので、カバーはしてくれるはず。おーい死ぬねー、引くよー。しゃあ、おい、ちょっとちょっとちょっと待って待って、生き返らせるからね。 ありがとう。 OK、 もう生き返らせる担当はもう任せていいかな。うん、任せて良さそうですね。これ途中途中出てくるリープリーフが絶対きついぞ。死ぬほど痛いだろうね。あ、いや、痛くはないのか。痛くはないけども減らせないんだ。なんで一応あれだ、うん、ドラ使っていけば大丈夫でしょう。 OK、 ドラ使ってからの痛みサイクルでなんとかなる。いけるいける。 OK、 最後皆さん頑張りましょう。いや、これ最初から 200% がねついてたら面白かったね。道中 200% アップ、いやいや、時間かかりすぎるわ。時間かかりすぎてよろしくない。しゃ、 OK、 いいね。来た来た、リープリープ来た。はいはい、とにかくドラを入れればなんとかなるから、ドラ入れていきましょう。 OK、 クリアできましたね。はい、ということで今日はマルチプレイやってみました。デイリーなかなか難しいところを皆さんでクリアできましたね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。